子供が生まれたら大変だって言ってましたよ。気が利いてたね、お父さん。死んでからまた褒めても仕方がない。従業員の方もね、手伝ってもらう人も大勢になるし、それから両親も来ますし、それはいろいろありましたよ。だから私はもともとのんきな性格のようで、体もこれだけ大きくなって案外それは苦痛と思いませんでした。にぎやかで大勢いればいいし、夜食作ったりはもう頻繁にそういうこともしますしね。主人の兄弟のとこ、男の子が生まれた時のこと、主人は子供が生まれたら大変だって言ってましたよ。まあいよいよ授かった時に、だけど授かったらもう全然泣かない子、ミルク買おう金もことかく時でしたけどね。まあごっくんごっくん飲んで丸々太って、これ置けばコロンと寝るし、こんな子育てって楽なとは思いませんでした。雰囲気はだいたい明るかったと思うんですよ。だから惨めな気持ちはしてないと思います。アシスタントの人にはよくチャーハンとかからおむすびしたり、夜食なんかもせっせと作りましたよ。だから一升炊きでガス釜買って、たくさん炊かないといけないぐらい、てんやものを取ったり、そこは私がそれはもうしょっちゅうでした。締め切り間際になると、何人かで徹夜でやっていただいて、グラタンとか、グラタン、スパゲッティ、洋食屋さんから、もちグラタンやスパゲッティは私も作るようになったし、なんか一つ多く頼んでくれてるんだよね。そう、朝私たちが食べる。気が利いてたね、お父さん。死んでからまた褒めても仕方がない本当に優しいね、親に対しても兄弟に対しても、もちろん家族、妻にも娘にも、それはあえて申し上げますけどで、親にはね、絶対この状態は言うな、手紙はやっぱ来るんですよ、郷里から。絶対心配かけたくないから、何でもあるがままを書くなって言ってでも手紙は来ますから、返事出す。だいぶ書きましたよ。面白おかしいことを言ってくれた話書いたりして、あんたの手紙が来るのが待ち遠しいって言ってね、両親が。懐かしいですね、あの頃。いや、自然体でご食べよく寝てますよわがまま言うこと、わがまま私はね、もう二人の娘でね、本当に言いたいことは言いたいし、まあ両親いる時はまあ少しはねでしたけど、私はもう子供の時から自然体の人間です。兄も姉も兄弟いますけどね、私が一番体も大きくなったそのせいです。まあ一種の変人の類だと私は思ってしまいました。朝ホットケーキだったこともあったりね、それはおはぎなんかはよく作りましたよ。